ラブパワーステーションお姫様への誘いの時間です。皆さんこんにちは。この番組は純愛をテーマに、よりハートフルで自然力 100% に生きたいあなたへお送りするラブパワーステーションです。あなたがもっともっと幸せでいてくれるために大切なこと、それは愛する順番を守ることで1番から7番まであるんです。私たちは自然界に生きる動物だから、空気が一番大切なんです。子供や仕事、恋愛やお金などの心配をしてため息をついているときは、下を向いていて呼吸していませんよね。そんなときは顔を上げ深呼吸して、空気さんありがとうって言ってみてください。新鮮な空気が体中に行き渡り、きっとすっきりしてきますよ。2番目はあなたが生まれたルーツ。自然界があって、ご先祖様がいて、ご両親がいて、生まれる前からとっても幸せなあなたがいます。3番目はそんな幸せなあなた自身を信じて、自分を大好きでいて、ワクワク楽しんでください。4番目はあなたをいつも支えてくれる大好きな家族、それがラブパワーステーションとなり、そして5番目は周りの人を大切にする、あなたがいて私がいる、あなたが笑顔だったら私も嬉しい、あなたの笑顔に感謝と恩返しを考えながら、6番目はあなたの理想、それは仕事の成功ですか、愛する人と一緒にいることですか。たくさんあるあなたの理想を愛して、7番目はその理想を手にしてくださいね。この愛する順番を大切にして、とっても素敵な人生を楽しんでいただきたいなと願っています。はい、今日もリスナーの皆さんも笑顔にしたい岡崎のり子と、幸せナビゲーターのバジルさんとでお送りします。よろしくお願いします。すいません、私このオープニングトーク笑いをこらえるのも必死でしていや実はこの、ね、目の前でのバジルさんが急に、はい、番組が始まる直前で画面から消えたの、皆さんご存知でしょうか。ちょっともう一回消えるかもしれません、はい、すいません。こんな中で、ね、ゲストの方をお迎えするわけなんですけども、本日のゲストの方はアンジェリケ代表のお花セラピストであるリュウ直子様です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いきなりですけども、はい、直子さん、はい、なんかお花歴すごく長そうな感じなんですけど、実際のところ、はい、どのくらいされてるんですか。私21歳から始めてですね、はい、今23年になります。もう年がバレちゃいます、はい、いいんです、もう年はいいんですすごいですね、はい、20何年。そうなんですよ。一番最初のお花はどういうことされてたんですか。最初は生花を使ったフラワーアレンジメントから始まったんですけど、はい、そのきっかけも、はい、自分の結婚式のブーケを作りたいっていうところから始まったんですよ。そうなんですね。そうなんですよ。じゃあ実際にご自身 の、 その花嫁さんの時の結婚式の時のブーケ作られたんですか。となりますよね、普通ね。いやいや、じゃなくて作らなくてというか作れなくて、結局生花を使うので、あれって前の日の夜中に作らないといけないんですね。あ、本当。そうなんですよ。やっぱその前の日はやっぱ寝た方がいいということで。そうですよね、はい、お花屋さんにお願いしたところ。あ、そうなんですね。そうなんです。それからその最初も趣味っていうか、まあ、自分の、ね、作りたいと思いから、うん、今こうやって起業されてらっしゃるんですけども、はい、そのなんか道のりっていうか、まあ、起業したきっかけっていうのは、起業というか自分で始めたっていうことに関しては、はい、子供が生まれてやっぱりなんかちょっと働きにくくなって、うん、でパートに行ってもなんか熱が出たら休まなきゃいけないとか、まあ、そうですよね、なんかそういうのちょっと働きづらいなと思った時に、うん、あ、昔勉強したことがなんかできるんじゃないかな、家で仕事できないかなっていうのがきっかけで、うん、一旦その33歳の時にもう一度勉強し直したんです。そうなんですね、はい、じゃあそれまでは、うん、じゃあそのお花に全然触れてないお仕事されてたってことですか。そうですね、4、5年ぐらいは離れてました。でそれで、はい、またなんでそこでお花をまた再なんでしょうね、しようと思ったきっかけとかなんかあるんですか。これはふっと思った感じですね。あんま理由はなく、あ、もう一回やってみたいなっていうような。あ、そうなんですね、うん、そうです。じゃあもう降りてきたって感じですよね、うん、そうですね、お花みたいな、うん、そうですそうですあ、そしてそれからもそう、ね、うん、起業されたっていうことで、まあ、道のりがあったかと思うんですけども、はい、そうなんですよね。最初は本当に週に1回お家でお教室を開くとか、うん、なんか趣味の延長みたいな感じでなんか始めたのが最初ですね。じゃあどこかにお勤めになってとかじゃなくて、じゃなくてご自身でもされたってことですね、うん、もうそこは独立しました。素晴らしいですね
そうなんですね、うん、まあ、直子さんのスクールなんですけども、一体どういうことをなんか教えてくださるんですか？主にですね、はい、プリザーブドフラワーを使ったレッスンをしています。で、教室のクラスは楽しく来られる趣味のクラスと、はい、あと今ちょっとお仕事をしたいなって目指されているプロフェッショナルクラスと大きく分けて2つのクラスを教えています。そうなんですね、はい、じゃ最初なんかちょっと趣味から始めて、うん、いやこれすごい気に入ったからなんか私これは特技があるわと思ったら、うんうん、じゃ先生になるっていうことの道も開けるってことですね。開けます。素晴らしいですね、はい、うん、いやなんかそうやってね生徒さんを育てられるってどういうふうな気分ですか？いやなんかもう単純に嬉しいですね。うん、自分が最初お花始めた時に仕事になるとかも思ってなかったので、はい、すごく時間がかかってるんですね、ここに来るまでに。うん、それが最初からちょっとこれを仕事にしてみようかなと思えたら、随分時間が短縮されると私は思っていて、うん、そこを最初から思われる方にはそういった勉強の仕方をお伝えしていこうかなと思って今やっています。そうなんですね。でも直子さん自身がご自身でそうやってオリジナルで、うん、お家サロンから始められて、うん、まあ、ここまでスクール展開までされたという経験をお持ちなので、はい、そのノウハウもですね、なんか学んで使うっていうお得なコースってことですよね。そうです、素敵ですね。そうです、はい、もういっぱい失敗をしたので、はい、なんか、まあ、その失敗をお伝えすることで、はい、まあ、少しでもね失敗が少なくなった状態でまたお仕事に結びつけていただけたらなと思っています。それでもやっぱ失敗しないと成功もないので、うんうん、やっぱ失敗した数だけ、はい、やっぱ成功も大きく飛躍するっていうふうに私も思ってますから、はいはいはい、そうですよね、よかったです。じゃあこのお花の世界をちょっと覗いてみたいな、はい、ちょっと興味あるけど、うん、っていう方はちょっとまずは、はい、直子さんのその趣味のお花教室、あ、それは週1回とか1ヶ月1回ですか？ですね、私のスクールが本当にもうこれだけはずっと守ってるんですけれども、はい、習いに来られる方のペースに合わせています。選べるんですか？はい、選べます。やっぱりその人それぞれのライフスタイルがあるので、はい、週に1回来れる方もいらっしゃれば、お仕事が忙しいから1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回という方もいらっしゃると思うので、はい、ストレスがかからないその方にとって一番いいレッスンの方法でやっています。すごく嬉しいですね。なんか子育てしてるママにとって嬉しいし、うん、やっぱ働いてる方も、うん、やっぱ今月はすごい繁忙期だから行けないとか、うん、でもなんかちょっと暇になったらじゃあ進めていこうかなっていうことも選べるってことでしょ？そうそうなんですよ。いいですね。なんかですね、行かなきゃいけないという気持ちで学ぶよりも、うん、行きたいと思って学んだ方が身につくじゃないですか。本当ですね、うん、私も以前ちょっと春が、うん、何十年前かしら、うん、お花フラワーレッスンしてた時に毎週1回行かなければならないっていうのがすごい苦痛で、うん、仕事がすごい決算機、あ、ずっと経理だったので、うん、決算機の時はやっぱりどうしても残業で、うん、で仕事も早く終わらせないといけない、行かないといけない、うん、もうこの葛藤でお花が残念ながらちょっと嫌いになっちゃったんですけども、残念なことになったんですけど、そうなりますよね、うん、でもですね、うん、でもすごい素敵ですね。そうやってありがとうございます。ありがとうございます、うん、でその直子さんの教室に行きたいっていう方には、はい、ホームページ、はい、そうですね、どうやって、はい、アンジェリケ福岡っていう検索していただくと、はい、プリザーブドフラワースクールアンジェリケのホームページが出てきます。でそちらの方のお花のスクールの方をクリックしていただいて詳しい情報が見れますので、そちらからご覧いただけたらと思います。そうなんですね、はい、ぜひ皆さんそちらで検索されてみてください。はい、はい、でですね、はい、この直子さん の, このお花に対する思い、はい、教えていただいてもいいですか？お聞きしてもいいですね。はい、私はですね、お花を通して笑顔と元気を伝えていきたいと思ってるんですね。いや素敵ですね、はい、この私がラジオでお伝えしたいことで一緒ですね。なんか結局そこに行き着いたというか、はい、なんかお花を伝え、もちろんお花を教えたいんですけども、うん、その先にある笑顔、その人の笑顔であったり、うん、元気であったりで、自分で感じれる幸せっていうものを、うん、お伝えできたらいいなと思ってしています。はい、ですね、こうやっぱお花ってすごいもらうと嬉しいですよね。うんうん、嬉しいですよ ね。なんか記念日にもらうのも、ね、嬉しいんですけど、うんうんうん、こう何にもない日にふとなんか渡される、うんうん、本当バラ 一輪でも本当すごい嬉しいなと思うんですよね。うん、よね、お花の効果って何なんでしょうね。何なんでしょうね、あれなんか特別感がありますよね。ありますよね、はい、で私はもらったことがないんですよ。あ、そうなんですか。はい、なんか私はお花をしてるから私にはお花はやらないでいいだろうっていう感じの方ばかりで、あ、私がもらった、ね、そうそうそうなんです、そうです。
もらってみたいんです。あのお聞きこのラジオを聞くくださったら、ね、男性の皆様方、直子様にぜひ一輪のバラをプレゼントなさってみてはいかがでしょうか。はい、よろしくお願いします。で、直子さんの今後ですね、こういうふうになんかやられたいとかあります？はい、ですね、先もちょっとお話ししたんですけれども、はい、お仕事につなげたい方っていうクラスをですね、ちょっと今力を入れて9月から始めてまして、そちらの方で皆さんなんかこの先なんだろう、こうやっていきたいなっていうものが見つからないとか、そういう方はまずお話から聞いてですね、それがもしかしたらお花につながるかもしれないということで、そういうことをお伝えしていきたいなと思ってるんですよね。いいですね。なんかもうお花が習いたいっていうだけではなくて、何かこの先目標だったりとか夢だったり、そういうお話から聞けるのもいいのかなとか思ってます。あ、いいですね。はい、楽しそう、なんかワクワクしてきますね。よかった。そうなんですね。はい、あ、そしたらそうですね、まだですね、この相方のバジルさんがこのなかなか戻ってこないんですけども、そうですね、どうしましょうって感じなんですが、直子さん自身ですね、すごく魅力的だなってこうゲストの方よくお尋ねしてるんですけど、はい、直子さん自身がこう魅力的だと思われるタイプの方とか教えていただいていいです？男性女性問わず。ですね、はい、もうとにかく笑顔が自然に出る方ですね。もうすごい素敵だなと思って、私笑顔が好き笑顔が好きとか言ってるんですけど、自分で笑顔になることができなくて。え、そうですか？そうなんですよ。でも素敵な笑顔されていらっしゃいますよ。そうですか？はあ、多分ご自身が気づいてないだけじゃないですか？あ、そうなんですか。いや、私なんかなんか写真とか撮られるのが苦手で、だいたい自分が見る笑顔っていうのはなんか固まった笑顔なんですよ。あ、緊張してるんでしょ、多分撮られてる時に。なんだろう、だから自分のすごい笑顔を見たことがないので、あまりですね、自分で。あ、まあ、でも考えたら鏡見ながらお話とかしないですよ ね。じゃあこっそり直子さん、じゃあ今度動画撮影でもしてみて、あなたの笑顔これですよって感じでお見せしたらいいのかしら。お願いします。じゃあちょっとこれチャレンジしてみますけども、はい、直子さんのお子様が、ね、はい、男の子がそういらっしゃるということ で、はい、今12歳の子がいます。12歳なんですね。はい、ということで小学校6年生6年生です。なんですね。じゃあお子さんにこのね、直子さんがこうやってお仕事してることで、なんかお子さんになんか伝えたいこととかあります？そうですね、まあ、ご自身のお子さんじゃなくてもいいんですけども、子供たちに伝えたいこととか。私子供たちがですね、大人になりたいって思ってもらいたいんですね。本当ですね。なんか大人が元気でいると、あんな大人になりたいなと、大人になったらあれもこれもこんな楽しいこともできるんだって思えるような子供たちになるように、大人が元気でいたいなと思ってるんですよ。素敵ですね。本当ですよね。なんか早く大人になりたいって子供から言われたら、そうです、そうです。でなんか夢を持ちなさいとかって言ってる大人が夢を持てなかったら、なんかお前が持てよみたいな感じになるのかなと思って。確かにですね、今正直私もね、いろんな社会人見て夢がない大人ってやっぱたくさんいるので、そういう大人たちがね、子供にいくら ね夢を持ってとか目標を持ってって言っても持てるわけがないですもの ね。そうなんですよ。そういったね、大人たち、目標を持った夢を持った大人たちが、はい、またこのお花を通して ね、そうですね、なんか綺麗なお花っていう感動するだけじゃなく、このお花を通してなんかこう皆さんにそういったなんか幸せとか笑顔をまたプレゼントすることができたらですね、本当に素敵じゃないかなと思います。はい、やっとですね戻ってまいりました。バジルさんの幸せ魅力アップコーナーを、はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。ユーストリームをねご覧の方は、まか不思議なちょっとね画像になってると思うんですけども、12月14日今年もとね残りわずかと半月ですね、はい、なりましたけども、本日の幸せ魅力アップコーナーテーマは花に学んで魅力アップです。いいですね。はい、いいでしょう。はい、お花だけでなくね、自然界のさまざまな生き物たちから学ぶことってねすごく多いと思うんですけども、この番組のテーマでもある純愛でよりハートフルな魅力ある女性を目指すには、本日のね、ゲストの直子さんにもふさわしいお花から学ぶことにねちょっとしました。誰かに認められようとか褒めてもらおうとかね、欲や駆け引きなく、ただただ本能のままにね美しく咲いて散っていく花の命は、私たちの人生にもね共通するものがありますよね。
ちなみにね、直子さんの好きなお花って何ですか？私はチューリップです。ああの、アンジェリケっていうのについてるの、これチューリップの品種なんです、うんうんうん、そうなんですね。そうなんです。あ、そうなんだ。私今日ね、なんか白いチューリップってイメージだったんですよ、うん、あ、そうなんですか、うん、なんかすごくこう素直で可愛らしくって、嬉しい。なんかね、あの、なんていうか、うん、清廉なっていうか、そんなイメージだったんですけど、でね、ちょっとね、ここでね、無茶ぶりなんですけど何がなんだろう、なんだろう、お花のプロのね、直子さんにね、はい、から見た私たちそれぞれのね、ちょっとお花の印象と、なんかその心は的なのもね、ちょっとね、そうそう、お聞きしたいなと、はい、お願いします。のりこさんは、私ガーベラです。ガーベラ、オレンジとかの。あ、なんかわかる、うん、なんかそんな気がして、うんうん、でバジルさんはユリです、うん、あ、ユリ何色、うん、白のです。あ、本当、はい、私2人目最近言われたの、そうなんですか、うん、その心は、うん、その心は、うん、なんかすごく、あの、素敵な、なんて言うんだろう、女性らしいというか、うん、私にないなみたいな、そうなんですね。じゃあ、あの、ガーベラののりこさんは、まあ、もうなんかいつもですね、明るくニコニコ笑ってるので、もうそのまま色もオレンジかなと思って。あ、本当だ、ありがとうございます。なんかひまわりとか、確かにガーベラのね、うんうん、そういうイメージありますよね。ありがとうございます。好きな人や、ね、お友達、結構、ね、こう本音を言ってくれるお友達に、ね、そうやってこう自分のことをお花に例えて、こう自分のイメージとか印象を聞いてみると、うこう自分でも発見しなかった、ね、新たな自分を発見できたりだとか、魅力となるエッセンスを、ね、いただけたり、逆に、ね、なんでみたいな、ね、展開も、ね、あったりして面白いと思うんですね。結構年末年始、ね、あの、こう昔の旧友と会われたりだとか、家族と会われたりとか、ね、そういう中でちょっとこういう会話を、ね、楽しまれてもいいんじゃないかなというふうに思います。またそうしたイメージをもとにね、クリスマスや記念日にお花のアレジメントをね、オーダーして、こうプレゼントされるのもね、素敵ですよね、うん、あの、実際にね、そうしたオーダーの方っていうのはいらっしゃるんですか？はい、だいたい私フルオーダーでお受けしていますので、うん、送られる方のイメージであったり、うん、色であったり、どんな思いで送りたいかということをお聞きして、それを、思いを形にしています。いいですね、素敵、はい、あの、お花を送るっていうのはもちろんいいんですけど、はい、一番はですね、思いが伝わるっていうところがすごく大切なので、その方、送られる方が、その送る方にですね、どういう思いを持ってるかっていうのをきちんと、あの、聞かせていただいてます。だからこう笑顔になる、ね、はい、うん、そうですね、お花が、うん、はい、素敵ですね。あの、実際ね、こうお送りされたいときは、福岡市内の方とか、こう県内の方でもこうお願いできるんですか？はい、あ、大丈夫です。あの、配送という形も取れますので、うんうん、全然どこからでも大丈夫です。あ、そうなんですね、はい、じゃ、実際にね、はい、ちょっとこう直子さんにこうご相談されたい方は、こうひらがなでアンジェリケですよね。昨日なんかちょっと調べてみた、アンジェリケ福岡って入れるとね、はい、こう結構検索がね、早く出たので、はいはい、アンジェリケ福岡でちょっと検索されてみてくださいね。で、さっきのね、お花に学ぶ視点にちょっと戻るんですけれども、美しく咲く花は子孫繁栄のために、虫に花粉を運んでもらうため、つまり、お店の看板みたいなものなんですね。自ら動けない植物は何らかの形を、あの、力を借りて、子孫を作る必要があるので、風だけで良い植物はね、美しく目立つ花ではないらしいんですよね。ことですか？うん、らしいです。地味にいてもいいので、こう虫に、ね、こうこう見つけてもらわなくてもいいから、うん、なんですって、こう無駄はないんですよね。素晴らしい。とか、そこら辺ですか？そこら辺、そこら辺、うん、私たち人間はね、自ら動くことはできますが、まあ、子孫繁栄にもつながるね、恋愛とその営みはね、お相手あってこそですからね、お相手の方にこう魅力的に、こう居心地よくね、感じてもらえる内外面のね、自分作りが自分らしく咲く、こうポイントだと思うんですね。うん、だから、女性で生まれてきた私たちは、こう自分らしくね、女性らしいファッションやヘアメイクを楽しむことも、うん、大切な要素だと思います。ただこれね、看板の一部でもあるので、あまりこう盛りすぎないようにね、フェイスブックの写真とかね、いろんなものもこう修正したりね、盛ったりできますからね、ちょっとそこら辺はのこう自分の現実とね、こう見比べてみて調整されたらいいかなと思います。ということで、今日もね、ちょっとこう、あの、久々のじゃないですね、毎回の、あの、はい、うん、セルフチェックの、ね、はい、テストいきたいと思います、はい、はい、心の準備よろしいでしょうか。1番、イエスの数を、ね、ちょっと皆さんチェックされててくださいね、1番、最近綺麗な景色、お花を見てもときめかない、感動しない。2番、自分を美しく見せるね、ファッションやメイクをするのが正直面倒だ。3番、最近思いっきり笑ったり微笑んだりしていない。4番、なんだかね、こういつもブルーでやる気がしない。5番、街で幸せそうな人を見ると、こう悲しくなったりだとか、イラついたりする。6番、
自分の周りで素敵に輝いている人が少ない、またはそういう人がいると、嫉妬している自分がいる。7番、自分を丸ごと好きではない、いかがでしたでしょうか。どうですか。私最後の質問までは、うん、いい感じで言ったんですけど、ちょっと最後の丸ごと自分が好きだというところやっぱちょっと少し課題ですね、うんうん、私の、うんうん、すぐ慣れます。大丈夫です。優秀ですね、はい、そこまでは、うんうんうん、と思って、うん、聞いてました。じゃあ想定内ののりこさんは私大好きだから、ね、じゃあもうオールクリアで、ですね、うん、はい、素晴らしいですね。まあ、お察しの通りね、これで何で分かる、何が分かってくるかというと、あなたがね、花に蝶の人生を歩んでいるかっていうのが分かってくるので、数が多いほど、今のあなたはね、ちょっと花に蝶の人生ではない、つぼみまたはちょっと根腐れしかかってる可能性がございますから、そういった方はちょっと自分をね、素直にこう認めてみて、まずは自分はね、そういうこうちょっと、ね、根腐れしかけてるなとかね、そういうことを認めて、自分らしくね、咲く花のこうイメージをね、明確にされてみてください。その時にね、さっき言ったようなこうお友達とかね、好きな人にね、自分の花のイメージをこう聞いてみるとかね、そういったこともちょっとね、参考になるかなと思います。でね、なかなかそこから脱却できないなって方は、毎週3時にね、私たちこうやってお茶会をこのロバーツコーヒーでやってますので、よかったらね、遊びに来られてきてみてくださいませ。そうやってね、自然界に美しくね、咲く花はただただ本能のままに、周りと比べることなくね、腐ることなくね、綺麗に咲いていますから、スミレはね、スミレの可憐な可愛らしさがあるように、バラはね、バラ の華やかなね、こうイメージがあって、それぞれにね、比べようがないね、美しさってのがあると思うので、そういったことをね、自然界からこう学ぶっていうこともね、日々の中に取り入れられたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今日もそろそろお別れの時間です。本日のエンディング曲は、あなたらしい花の咲かせ方のヒントが詰まったバンプオブチキンの名曲、花の名でお別れしたいと思います。それでは皆様も花のある人生を楽しまれてくださいね。さようなら。のこさん、ありがとうございました。ありがとうございました。